こんにちは、ひろゆきです。アメリカン系のね、まあ、僕はユナイテッドなんですけど、からアメリカから出る場合ってすごい簡単です。たったこれだけしかないです。まあ事前にパスポートとかその確認してるってこともありますけど、全くないです。携帯のボーディングパスだけですね。いや、ちょっとびっくりするぐらいです。日本のなんかかしこまった形は全然ないですね。はい、こんな感じです。参考になれば、ユナイテッドで帰られる場合はターミナル7、アメリカ今工事中でターミナル B 使う時もあるんですけど、アメリカの場合はターミナル4で、まあ JAL とか ANA、ZIP の場合はターミナル B、インターナショナルですね。でデルタの場合はターミナル3から出ます。まあ、参考になればまた聞いてください。お願いします。